え、高校受験生です。塾の予習を勉強していたら苦手範囲を勉強する時間がなくなってしまいます。ということは塾の予習しなくて大丈夫です。はい。あの、予習って別にそんなに、あの、時間をめちゃくちゃ割く必要はなくて、まあ、やるとしたら、目次だけ見る。 で、目次見て、あ、こんなことを今日はやるのか、ぐらいで大丈夫です。はい。あのー、予習ってできるんだったら、予習ちゃんとできるんだったら、塾行く必要ないじゃないですか。ね、教わらなくても、ある程度頭の中で理解できちゃうわけだから。うん。だったら、あのー、苦手範囲の復習に努めましょう。一回学んだことを、学んだことを受けた上で独学して、あ、こういうふうになってるのかって自分で咀嚼していく。無からね、あの、勉強するのは結構きついと思うね。はい。